火星使者から機密物資を強奪した武装組織が地球に向かっています。今回はその物資の消去を依頼します。強奪犯の乗る輸送船は数時間前から地球の衛星軌道上を航行しており、徐々に高度を下げつつ地表に接近しています。おそらく大気圏突入用のポッドを使用して物資を持った部隊を直接投下し、地上部隊と合流する計画だと思われます。降下予想地点に先行し部隊を迎撃してください。それではよろしく。上空に複数の輸送ポッドを確認。かなりの数です。ポッドを破壊すれば内部の敵も誘爆させられるはずです。着陸前にできるだけ迎撃してください。メインシステム戦闘モード起動します。第2波接近。システム通常モードに移行します。